皆さんこんにちは。私はアリフと申します。今から日本の文化について発表したいと思います。日本は大体1億3000万人の人々が暮らしています。最初に日本の宗教はいろいろです。一番多いのは仏教です。そのため日本にはたくさんお寺や神社があります。京都にある金閣寺というお寺は金色でとても綺麗で有名です。日本人は毎年お正月に一年の幸せを願いにお寺や神社へ行きます。また試験合格するためのお願いにも行きます。日本語には漢字やひらがな、カタカナの3種類の文字があります。日本の有名な料理は寿司やラーメンなどです。そして日本では食べるとき箸を使います。日本では夏になるとみんな着物を着て夏祭りという夏の祭りに行きます。今日は私も役立を着てとても嬉しいです。歌舞伎は日本の伝統的な舞台です。また春にはたくさん桜が咲いてみんなで花見をします。日本では真面目な人がたくさんいて、そのおかげで日本の生活は他の国と違います。日本には多くのことわざがあります。例えば公園屋のごとしという言葉です。これは時間が進むのはとても早いということです。日本にはいろいろな面白い文化があって、世界中で一番礼儀な正しい国だと思います。私は日本の文化が大好きです。だから一生に一度日本へ行きたいです。行きたいと考えすぎて頭が痛くなります。日本はとても素晴らしい国です。ありがとうございました。